皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。本日はこちら、ビルバリーという機材を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ビルバリー皆さんご存知でしょうか？ビルバリー正直に言うと、僕は全然知らなかったです。ごめんなさい。なんかこう、エフェクターみたいな見た目をしているから、ギター用のコンパクトエフェクターかななんて思った方も結構多いかと思うんですけれども、エフェクターではなくて、リズムマシンとかドラムマシンとか、そういったカテゴリーの機材でございます。で、具体的にどういうものなのよという話になりますと、これまたなかなかどうして説明が難しいと。まあ、リズムマシンなんですけれども、なんか今までこういう機材ってなかったんで、説明がなかなかこれまたどうして、なかなかこれまたどうして難しいんですよ。なので、早速ですが、画面のズバババンとお手元もお見せして、お見せしながら音を聞いていただこうかなと思います。多分そっちの方が手っ取り早いです。言ってみれば、まあ、リズムマシンなんですけれども、ちょっとこの画期的なポイントがいくつもあるんですよ。ビートバディさん。見た目はこんな感じです。なんか本当にもう、なんかコンパクトエフェクターって感じですよね。すでにこの時点で画期的なんですけれども、なんかお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。フロントにはそのつまみが3つと、ボタンがちょろちょろっと、あと大きな画面が1つ、そして足で操作するためのペダルがございます。で、上部の方になると、USB ケーブルを挿すところと、あと SD カードスロットルと電源ケーブル、あとサイドにはアウトプットとインプット各種という感じでございます。で、まあ、画期的なポイントは、まあ、後で説明するとして、とりあえず音を鳴らしてみましょうか。音を鳴らしてみます。このペダルを1回プッとタップすると、ビートバディさんはフィルインを演奏して、基本ビートをひたすら繰り返してくれます。どんな音がするでしょうか。やってみましょう。いきます。せいっ。こんな感じです。で、何か操作をするまで、ビートバディさんはずっとこの基本リズムを永遠と繰り返してくれます。で、これに合わせてパフォーマンスをしていくわけなんですけれども、パフォーマンスをしている最中でどこかで盛り上げたいなとか、場面を切り替えたいなとか、雰囲気を変えたいなとか、そういった場面ってやっぱり出てくるじゃないですか。そんなときは、ビートバディさんを1回タップすると、いい感じ、ちょっと聴いてみてください。1回タップすると、ちょっとおかずが入りました。こんな感じで何か盛り上げたいなとか、ちょっとこう雰囲気変えたいなというときは、1回タップすることに、ビートバディさんはフィルインを演奏してくれます。で、このペダルをタップするタイミングは自由です。もう適当で大丈夫です。BPM に関しては、ビートバディさんが自動的に同期してくれているので、あなたはどんなタイミングでペダルを踏んでも OK! カモン!やぁーと言ったかと。いつでも大丈夫!いつでも大丈夫!こんな感じです。で、今、右手がこのハイハットを刻んでいるパターン A のリズムになるんですけれども、パターン B のリズムに、違うリズムに移ることも可能です。やり方としては、ペダルを長押しです。やってみます。長押し。で、スライド。B! パターン B に移りました。パターン B に移ると、右手がライドに、ライドシンバルに行ったのがわかるかと思います。で、この時も1回タップすることに、まあ、いろんなフィルインを。演奏してくれます。で、戻りたいときは、ペダルを長押しすれば、フィルインが入って、パターン A に戻るという感じです。で、パフォーマンスを終わりたいときは、ペダルを素早く2回タップすると、という感じで終わります。なんとなくイメージがつかめましたでしょうか。今までまあいろんなメーカーさんからそのね、リズムマシンとかドラムマシンとか、すごいたくさんの機種が発売されてきたので、まあ、触ったことある方も、実際持っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。でも、それらを思い返すと、全部手で操作するものだったじゃないですか。手でポチポチと操作するものだったじゃないですか。で、この自宅でこうポチポチと操作をして、なんかこうトラックというか、ソングを作って、で、パフォーマンスをするときになったら、ポチッと再生ボタンを押して、あとはそのね、ベース弾いたり、ギター弾いたりとかっていう演奏をして、で、それで終わりっていう。だからそういうものがほとんどだったと思うんですけれども、ビートバディの一番画期的なポイントとしては、足で操作できることですよね。で、この足で操作できることによって、フレキシブルなパフォーマンスをすることができるわけですよ。今みたいな感じで尺を決めずに適当に演奏することもできますし、セッションっぽくすることもできますし、で、場面切り替えをすることによって、好きなところでそのサビに入ったりとか、好きなところで盛り上げたりとかすることができるという感じでございます。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。とりあえずちょっくら僕も軽くパフォーマンスをしてみたいなと思います。ちょっとビートバディさんと、ビートバディ先生とセッションしてみたいなと思います。
ビートバディさん、よろしくお願いします。このままビートバディさんを1回プッとタップすると、フィルが流れて、まあ、基本ビートが流れるので、ベースを使ってちょっとちょっくらセッションしてみます。どのセッションになるかしら。いくぜ！よろしくお願いします。サイ！ワオ！ビートバディさんとのセッションが完了しました。僕はなんかこう手元で操作しているからすごい忙しそうな感じがしますけれども、まあ、実際は足で操作するので、もうちょっとこう楽に楽しくパフォーマンスすることができるはずですということです。で、まあ、なんとなくこの基本的な使い方は分かっていただけたかと思うんですが、その他のまあ基本的な使い方は、まあ、大体備えてあります。例えば、この右側のテンポというつまみを回せば、一番低いテンポは BPM40。一番高いテンポは BPM300 まで操作をすることができます。で、またこのビートバディの大きな特徴の一つとしては、真ん中のこのドラムセットというボタンを押すと、10種類くらいの音色を選ぶことができます。ドラムの音色を選ぶことができるんですよ。例えば、このダンスという音色を呼び出してちょっと鳴らしてみましょうか。そうすると、これはこれでまた違った雰囲気に。雰囲気が変わりますよね。で、他にもこのロックという音色にして、なんか BPM を上げて、またビートバディさんのセッションしてみましょうか。BPM180。ビートバディさん、よろしくお願いします。いくぜ！準備はよろしいですか？大丈夫です。誰に言ってんだ？やってみましょう。ビートバディさん、レッツスタート。よろしくお願いします。わー！イメージがつかめましたでしょうか。で、ほかにも、まあ、これ今、基本の8ビートって感じじゃないですか。すごいスタンダードだ。で、ほかにも、このデフォルトで結構いろいろ入ってるんですよ。ブルース、ブラジリアン、ブラッシュカントリー、ドラム、ファンク、ヒップホップ。こんな感じで22種類のジャンルが入っていて、で、それぞれのジャンルに対してまた10個ぐらいのプリセット、リズムパターンが入ってくれております。例えば、ファンクの1番とか、鳴らしてみましょうか。で、せっかくなんで。ドラムの音色も変えて鳴らしてみましょう。ジャズとかチョイスしてやってみましょうか。ジャズ。ファンクのジャズ。
これがファンク。ファンクなのかちょっとそれはわかりませんが、他にもファンクのこの羽系とかも確かあったと思うんですけど、これとか。ファンクの6番。で、今度はじゃあ、ラテンのリズムで音色でいってみましょうか。ラテン。すごい印象変わりますよね。ジャズ。ジャズの4番とか。お、BPM が246。わお。はげ。246だとちょっと手で操作するわけにはいかないですね。まあ、こんなのもあったりとかするって感じですか。他にも、マーチングとか言ってみましょうか。マーチング。マーチングの9番。次。なんかこういう感じですね。マーチング。こういう感じだって感じですけど。タッピングした方が早い気がしてきました。他にも、なんか面白そうなの。メタルとか。メタルの音色がまたこうですね、すげえこうハードコアな感じなんですよ。このドラムの音色でメタルっていうのがあるんですけども、それがまたなかなかファンキー。ファンキーじゃないか。わっ！
こんな音色もあったりとかする感じです。まあ、10個、プリセットで10個の音色と、あと、このリズムの種類も22種類のジャンルに対して10個ずつのプリセットがあるので、まあ、大体220ちょっとくらいの、プリセットがあると思うんですけれども、そんな感じで、このデフォルトの状態でも結構楽しめるということです。で、この SD カードからそのデータを呼び出しているので、パソコンの方にその SD カードを突っ込んで、パソコンの方に専用アプリケーションをこう突っ込んで、で、そこでこう編集したりとかすると、またこっちの方にもいろんなプリセットとかをその突っ込んだりすることができるらしいんですよ。それができるようになると、またこう楽しみ方がぐわっと広がるらしいんですが、まあ、ちょっとその使い方はまた違う動画でご紹介してみようかなと思います。とりあえず今回は本体のみ、ビートバリ本体のみのご紹介でございました。なんとなく興味を持っていただけましたでしょうか。まあ、楽器屋さんで見かけることはあるのかな、ちょっとわかんないんですけども、もし楽器屋さんで見かけることがあったら、ちょっくら触ってみてくださいませ。ちょっと面白そうだなとなると思います。で、何度も言いますけども、今までこういうのがなかったんで、この、なんかもっといろんな面白い使い方があるような気がするんですよ。なんか可能性をすごい感じるんですが、いまいち、なんかこう面白そうな使い方が思い浮かばない。もしこの動画をご覧いただいている皆様の中で、なんかこういうことしたら面白いんじゃないのとか、なんかこれやったらいいんじゃないのって、そんなアイデアがありましたら、ぜひコメントの方に書いていただけますと、すごく嬉しいなという感じでございます。とりあえず、まあ、大体基本的な操作とかをご紹介させていただいたので、この動画はここで終わりという感じでしょうか。また違う動画で、この別売りのフットスイッチとか、あとその専用のアプリケーションとかをインストールして、いろいろこのアドバンスな動画も作ってみたいと思いますが、とりあえず基本編として今回はここで終わろうかなと思います。よかったら試奏、楽器屋さんで見かけたらよかったら試奏してみてくださいませということです。それではさよなら、ウフフフフフフフというのも、あれなんですよね。これ、調べてみたら、Indiegogo っていうそのクラウドファンディングのサイトで、なんか速攻でこの資金額、目標額を達成したらしいんですよ。なんかご存知でしょうか、それでクラウド、ファンドクラウド、まあ、すごいファンドを募るんですよ。なんかこう、例えば、この場合だったら、まあ、ある組織がこのビートバディというその、ね、アイディアというか、こういうものを作ろうと、構想を作ったとすると、でもその自分たちはちょっと資金がなくて作れないから、そういうサイトに登録して、こういうものを、ね、ちょっと今作ろうとしてますよ、よかったら出資してくださいね、よかったら投資してくださいね、あ、ちゃんと見返りを渡しますよ、みたいなことをサイト上でやるわけですね。で、最初にこの目標枠を設定して、このプロジェクトをアップロードして、まあ、その一般公募というか、その募集をするわけなんですけれども、目標枠にあっという間に到達したらしくて、まあ、単純にこういう機材を欲しい人が世の中にはたくさんいたんだなということを改めて実感させられました。まあ、確かに今までなかったコンセプトなので、すごい面白いっちゃ面白いと思うんですけれども、なかなか使い方がまだ模索しきれてないような感じでございます。まあ、今みたいなね、なんかリズム練習に遊ぶのも面白いと思いますし、なんかセッションとか、ドラムがいないセッションとかで遊ぶのも面白いと思いますし、もしくはその結婚式場とか、そのあんまり大きな音が出せないところとかで、生ドラムを演奏できない代わりにこれを使うとかっていうのもいいと思いますし、あとバンドメンバーとすげえ仲悪くなって、そのね、ドラムのやつと殴り合いの喧嘩しちゃったから、もうこれからドラムのやつはもう呼べねえなんていうときでもドラムの代わりとして活躍できるかと思いますし。なんかそんな感じで、もっといろいろな可能性があるような気がします。そんな感じでございます。参考になりましたでしょうか。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。